はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、私のね、フィット3を紹介しようと思います。ホンダフィット3ハイブリッドということで、今日はね、あのホンダさんの方に、任せちゃおう点検ということで、行ってまいりました。半年ごとにオイル交換とか点検がパックになってるやつですね。さっきね、ピッカピカに磨いてもらったんですが、見事にね、雨が降ってきて、こんな感じです。まだまだね、綺麗だなと思うんですけどね。もうね、5年半乗ったことになりますね。ちょっとね、ライトつけてみました。もうね、これ、どこ行っても見るよっていう感じですよね、フィットね。めっちゃ走ってますよね。これね、ちょっと前のモデルになるので、まあ、というか初期モデルの顔ですよね。このインライン型じゃなくて、ライトがね、こう2つありますね。これはアッパーライトかな。今のね、最新型の、こういうデイライトっていうのはね、つかないんですよね。フォグランプがね、これ S パッケージなんで、ちゃんと最初からね、ついてます。これ横は、これ LED ですね。一回ね、この下擦りました。このベロ。このほらベロがあるんですけど、これがね、これよくこれガサッとね、ガサッと擦ることあります。ホイールとかもね、そんなに傷がいってないでしょ。16インチを入っております。これね、ミシュランの、タイヤに変えたんですけど、これ結構ね、おすすめです。これミシュランの、これなんていうの、なんかエコタイヤなんですけど、コストコで変えたんですよね。結構静粛性が良くてね、乗り心地が良くなりました。横から見たらこんな感じです。まあフィットっていうね、感じですよね。まあ S パケなんでね、このリアウィングはちょっと大きいよという感じですね。で、これ模尺フィンアンテナじゃないやつです。こんな感じ。特にカスタムしておりません。このシール貼っただけかな。この赤いシール貼っただけです。何にもしないよ、ほんと。この辺がちょっとゴテゴテして、前期はね、あまりかっこよくないですよね。まあ、若干 S パケはね、この辺がちょっとボコッとなってんのかな。いや、このフィット3の後期の方がね、後ろはかっこいいんですけどね。まあこんな感じですよ。まあ何の変哲もないという感じのフィットです。で、これステッカー貼ってるぐらいかな。もうだいぶ色あせてるな。で、これね、乃木坂の神社。ホンダのね、青山の本店の近くに、乃木坂神社っていうのがね、あるんですよね。この交通安全。ではちょっと内装の方見てみましょう。はい、内装の方はね、こんな感じです。まあ、皆さんよくね、もう見た感じの内装になるんですけど、一応ね、これ、ほら、Sパケなんで、パドルシフトがついてます。で、このクルーズコントロールでね、あるんですけど、特にね、前の車、追尾するわけじゃなくて、高速道路とかでね、スピードを一定に保てるという程度のものです。やっぱね、年々ね、新しくなるたびに、その、テクノロジーがね、やっぱ進化してきますよね。なんかその辺でね、やっぱ5年前の車と、5年後の車でだいぶ変わってきますよね。これメーターこんな感じですよ。もうだいぶ、これ今5万9000キロ走ってます。1年1万キロちょいペースかな。結構乗りますよね。S パケのシートってね、こんなんなんですよね。布なんですけど、これオレンジ色。ほら、こんなん。やたら低い非常機。これ操作感がね、最悪なシフトノブが一応ついております。まあそんな感じかな。まあこれもね、ちょっとタッチパネルでね、操作感としては悪いです。ではね、私の車ですが、試乗してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ホンダフィットハイブリッド。ということで、今日はね、私の車を運転しております。いや、もう5年ですよ。5年半かな。まあね、飽きずに乗っております。やっぱね、5年ともなると、まあそろそろ他の車が欲しいなと思うのは皆さん一緒じゃないでしょうか。いやー、もうやっぱね、私もね、欲しいなと思うんですけど、なかなかね、いいタイミングでいい車が出ないなということでね。
今日ね、ホンダさんの方に、点検パックということで、まあ、半年ごとに点検行ってるんですけど、まあ、それでいつもね、たまに、試乗させてもらうんですが、今日はね、あえて試乗しなかったんですよね。っていうのはね、ホンダ車ね、もう実は試乗しまくってて、もう特にね、今、新しくレビューする車がないな、ということで、自分の車を試乗レビューしております。っていうか今日雑談動画みたいになってますけど、よろしいでしょうか。ね、フィット3ね、フィット3からフィット4に変わりましたよね。で、もうね、街中で、ちらほら皆さん見るんじゃないでしょうか。新しいフィットね。で、やっぱリュクスっていうのはね、結構良くて走ってますよね。リュクスとクロスターも人気ですよね。でも、まあちょっと車両価格もね、だいぶ上がってきてね、まあリュクスとかになっちゃうと、もう300万超えちゃいますよね。えらいこっちゃっていうことで、もうオプションとかつけまくるとね、300万超えちゃうという感じの車になるわけですよね。ちなみに私のこのフィットの S パッケージのハイブリッドですね、は、5年前に、いくらで買ったんだかな、これ220万ぐらいかな、220万か225万ぐらいで買いました。まあ、あとなんか込み込みでね、230万ぐらいだったと思うんですが、まあ、それを残クレでね、買って、まあ、5年で、まあ、その残クレが終わるということで、まあ、そこでね、裁判の日が行われるわけですよね。まあ、車を手放しても返しちゃうと、もうローンは残ってないということで、まあ、その代わり返しちゃうんで、車がまあ、なくなっちゃうわけですよね。まあ、それと、もう一つはね、車、やっぱ乗りたいなと、そのまま乗りたいなっていう方は、まあ、ローンを引き続きして乗るということで、マックスね、3年までなんですよね。ローンが組めるのがね。で、まあ、月割がちょっと高くなるんですが、私でね、月2万5000ぐらい払ってたのが、今3万近くになりましたね。で、まあ、それでも、まあ、とりあえず今、なんか乗る車、とりあえずね、新しい車欲しいのがなかったんで、まあ、とりあえずそのまま継続してるという感じですね。いくらぐらいだったっけ前。何がローン。そんなもん。そんなもん2万5千ぐらいやな。持ってんな、うん。で、フィット4もね、いいなと思ったんですけど、やっぱね、ちょっと走りがね、2モーターになって、もっと、こう、キビキビ走るのかなと思ってたんですけど、やっぱ燃費重視なのかな。もしくは、老若男女、幅広い人にね、まあ、乗っていただく車ということで、まあ、ちょっと普通の走りになっちゃったなという感じでね。見た目もちょっとね、ボテッとしてますよね。なのでね、ちょっとどうかな、買い替えるのはどうかなという感じで、まあ、タイミングもね、ちょっとずれちゃいましたよね、販売時期がね。で、まあ、それでちょっと乗り換えるのを断念したということですよ。で、今欲しい車っていうと、やっぱ EV とかね、欲しいなと思うんですが、ホンダ E がね、いつ出るかわからないですよね。で、あれも結構するんですよね。350万とかするんですよね。で、あれ2モデルあって、パワーがね、高い方が380万とかね、しちゃうんでね。いや、それはちょっとだいぶ高いなと。で、フィットとほとんどボディサイズも変わらないんですよね。ただね、あれ後輪駆動車で、結構スポーティーな走りをするということでね、まあ迷いどころですよね。で、来年は、ベゼルが、モデルチェンジするということでね、まあそれも期待ですよね。今、トヨタでハリアーとか、ラブ4ね、ハリアーとかラブ4がすごい今人気で、売れてますよね、新型車が出て。まあホンダもね、CR-V とか出てるんですけど、いまいちね、なんか国内では売れないですよね。やっぱホンダは、ベゼルがよく売れてるので、まあ、それが来年、モデルチェンジということで、まあ、すごい期待ですよね。まあ、それのハイブリッドとかも、まあ、値段が、まあ、200万、あれ、いくらぐらいかな ?250 万ぐらいですかね、ハイブリッドやと。まあ、その辺結構狙い目かなと思いますね。PHEV が出たらなと思うんですよ。
今日点検行った時にね、クラリティの PHEV っていうのがね、中古販売で売ってました。380万ぐらいだったかな。まあ、あれのもっとね、なんかお求めやすいのが出てもいいのかなと思いますよね。フィットに PHEV が出たらいいなと思うんですけど、ラブ4の PHEV がものすごい走りがいいと、川口学さんとね、ドラヨスさんがね、昨日、YouTube ライブしておりまして、それでめっちゃいい走りするんですよと、もう V8 のエンジン積んでるのかなというぐらいのね、いい走りするなということで、まあ、それぐらいのホットハッチが、トヨタから出てるということなんですよね。まあ、そこまでは求めないんですが、まあね、次のベゼルの、まあ、PHEV とかいうのが出てかなりのホットハッチが出たら、いや、それはいいなと、話題になるなと思うんですけどね。でやっぱね、 EV カーでもね、渡航距離っていうのがね、やっぱりまだまだなんですよね。リーフとかでも、まあ、300キロ、まあ、実際ね250キロぐらいみたいですね、走れるのが。で今度出る、ホンダ E でも渡航距離が200キロと、しかもねフル充電ですよ。フル充電ってね、なかなかねないですよね。急速充電で、まあ、30分ぐらいでできるらしいんですが、まあ、それでもね満充電ができないということで、まあ、80% ぐらいなんですよね。なので、まあ、170-180キロ、まあ、急いで充電してもねそれぐらいしか走らないと。で多分ねもう100キロを切ったぐらいからね、多分そろそろ充電しないとダメだなという衝動にね、多分陥ってくると思うんですよね。で100キロっていうとね、もうそんなに走れないですよね。大阪、京都、往復ぐらいかな。ね、そうなるとまあ100キロだと逐一毎日乗るたびに充電しないとダメという感じなんで、結構手間なんじゃないかなと思いますよね。なので、まあ、まだまだハイブリッドカーが主流なのかなという感じですよね。でただまあハイブリッドというよりも、まあ、PHEV と、まあ、充電式のハイブリッドカーが出ればいいなと思うんですけど、どうかな皆さんね。まだまだですよね、 EV カーね、やっぱね。はい、今からちょっと IKEA の方にね行きます、買い物で。いやー、いかがでしょうか皆さんね。ホンダ新しい車ね、どんどん出してほしいんですけど、このコロナのね、加減で、なかなか出ないですよね。まあ来年、まあポイポンポンと出る感じなんですけど、まあその辺の車が出たら、まあ次、期待していただきたい。乗り換えようかな、どうしようかな。ちょっと、今顔が映りましたね。まあその辺の車が出たらね、ちょっと乗り換えの方考えようかなと思うんですけど、いやまだまだこのフィット3がね、私結構気に入ってるんでね、3拍子揃ってるんですよ。燃費がいい、これ結構燃費いいんですよ。燃費ね、今今日はちょっとめっちゃ悪い、19とかぐらいなんですけど、まあ普段乗りしてたら21キロとか、まあその辺ですよね。でやっぱ走りがねいいんですよ。走りがキビキビした走り、この 1.5 リッタープラスモーダー、この IDCD がね結構いい走りしてくれるんですよ。でフィット軽いんでね、でまあこのコンパクトサイズなんで、まあどこでも止めれますよね。駐車場問題とかもね結構これだったらクリアするんでね、いいなと思っております。まあ燃費がいいっていうのもね一番の理由かな。まあ、維持費も安いですからね、 1.5 リッターなんで。はい、というわけでまあこう点検するたびにね、まあ、車どうしようかなって考えるんですけど、まだまだ乗れるなという感じでした。まあずっと乗ってもいいんですけどね、この車ね。ね、ほらこういう狭い道でもねフィットなら
フィットなら今怖かったけど、スーッと走れますよね。いや本当そこなんですよ。結構狭い道ありますよね、日本だとね。ただね、軽だとね、ちょっとまあやっぱ 660cc なんで頼んないと。で今ライトもこれオートライトなんですよね。これ結構便利なんですよね。暗いところに入ると自動的にライトがついちゃったりとか。でこれ S パッケージで結構グレードのいいやつ買ったんで、まあね、今んとこ不満がないんですよね。まあ新しい車はね、どんどん先進的になっていきますけどね。ホンダセンシングとかいいですよね。もう0キロから追尾するという機能がついてますんで、まあその辺は新しい車がいいかなと思います。はい、というわけでイケアに着きましたので、もうダラダラ喋りましたが、この辺で終わろうと思います。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。今日は、フィット3、私の、車の紹介でしたと雑談でした。じゃあね、バイ。最後まで聞いてありがとう。聞いてもらってありがとう。